どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックの2020年度、問い91から問い100までの過去問について解説をしていきたいと思いますので、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしております。ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。問い91番です。引き続き第3章に関する内容ですね。水虫及びその治療薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですが、水虫は皮膚に常在する汗菌の一種が繁殖することが原因で起こる、疾患ですよとあるんですけど、これ誤りです。これ難しいですね。そうなんですよ。まず、水虫というのは汗菌じゃないんですよ。ちょっと書いてみました。水虫は皮膚糸状菌と呼ばれる、糸状になっているような、菌なんですよ。いやー、難しい。で、そして白癬菌と呼ばれておりまして、真菌の、仲間になります。で、例えばニキビですね。ニキビは汗菌なんですよ。アクネ菌と呼ばれる汗菌になりまして、こちらはですね、一般細菌の、一つになっております。はい、ということで、このようにですね、微生物というのは、種類が何個かにいろいろ分かれておりますので、そういったところを問われる問題となっております。なので、ここちょっと難しいので、しっかりと分類分けで、して考えておいていただきたいと思います。はい、ということで、A は誤り。それから B なんですが、皮膚が厚く、角質化している部分には、クリーム剤が適していますよとあるんですが、これ厚く角質化しているのは、浸透しやすいような液剤が、好ましくなりますので、クリームではなく液剤になりますので気をつけておきましょう。いつか液体ですね。こちらですね。液体タイプのものになります。はい、では、次、C は正解。それから D、水虫か湿疹かはっきりしない場合には、抗真菌成分が配合された医薬品を使用するべきである。これ誤りになります。水虫か湿疹かはっきりしない場合には、医療機関を訪ねていただくこともいいんですけど、まずは湿疹を先にですね、どうにかしてあげる必要がございますので、なので水虫を優先ということではございません。なので、抗真菌成分が配合されたものだと水虫が優先になっちゃいますので、 D は誤りとなります。ということで、答えは3番が正解となりました。はい、では次、問い92番です。止痛薬または歯槽膿漏薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解。 B、 カルバゾクロムは炎症を起こした歯周組織の修復を促す作用のほか、歯肉炎に伴う、口臭を抑えることを目的としていますよとあるんですけど、これ誤りです。何かというと、カルバゾクロムというのは、止血成分となりますので違うんですよ。じゃあ、ここに書いてある内容というのはどういうものが該当するかというと、例えば、これですね、同クロロフィリン。ここ邪魔ですね、消しちゃいます。同クロロフィリン。よいしょ。あららら、よいしょ。あ、なんか黒いです。よいしょ。はい、同クロロフィリン、ナトリウムとか、そういうものが該当してきますので、なので、ここの部分は違っております。はい、そして C は正解。それから D、C の噛みつれとかよく出てきますので、しっかりと覚えておいてくださいね。それから D、セチルピリジニウムなんですけど、こちらは冷感刺激を与えて、歯周組織を引き締めることというわけではございません。これセチルピリジニウムは、殺菌消毒成分になりますので違うんですね。はい、ということで、ここをしっかりと押さえておきましょう。なんとかニウムってついてるものとか他にもありましたので、そういったところで確認しておきましょう。ちなみに、冷感を刺激していくものとしては、例えばハッカ油とかユーカリ油とかメントールとかカンフルとか、そういったものが該当してきますので、違っております。はい、ということで、 D は誤りとなりまして、2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い93番です。禁煙補助剤及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A は正解。咀嚼剤の、禁煙補助剤は、
唾液が十分に分泌されるようにしっかりと噛むことが必要ですよとあるんですけど、噛み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 する咀嚼剤、この禁煙補助剤はですね、あんまり噛み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 しすぎて唾液をバンバン出しちゃうと、噛み噛みすることによって、ニコチンが通常は口腔粘膜から吸収するように作られている製剤なんですが、それが唾液とともにですね、ごっくんしてしまって、胃のところにいろんな副作用出てしまったりとか、胃腸障害などの副作用とか出てしまったり、気持ち悪いとか出てきたりとかするので、なので、唾液はあまり出ないことが好ましいので、例えば唾液がいっぱい出た場合は、ティッシュなどに絡めて、捨ててくださいねとかっていうことが書いてあったりします。なので、なるべくゆっくりと断続的に噛んでいく必要がございますので、A は誤りとなります。はい、そして B、C、D は正解なので、4番が正解となりました。はい。では、次行きましょう。大丈夫でしょうか。はい。ということで、問い94番です。ビタミン成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は、ビタミン B1 は、下垂体や副腎系に作用してホルモンの分泌の調節に関与していますよとあるんですけど、これ誤りです。これホルモンの分泌を調節しているのは、ビタミン E になりますので違うんですね。そうなんですよ。はい。なので、 A は誤り。それから B、C は正解。それから D、ビタミン B12 は、炭水化物からのエネルギー産生に不可欠な栄養素ですよというところであるんですが、これ違います。ビタミン、これ記述はビタミン B1 の記述ですね。ビタミン B1 の記述になりますので、炭水化物、糖質のですね、エネルギー代謝とかに関係するのはビタミン B1 でしたので違います。なので、ビタミン B12 は赤血球の産生とかに役に立ってくれておりますので、なので、例えばシアノコバラミンとかって呼ばれておりましたよね。なので、コバラミンなのでコバルトが入ってますから、そのようなところで金属、どんな金属入ってるのかなっていうところも、もう一度押さえるようにしておいてあげてください。はい。ということで、問い94番は1番が正解となりました。では次行きましょう。問い95番です。滋養強壮保険薬及びその配合成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、アミノエチルスルフォン酸タウリンは生体におけるエネルギーの産生効率を高めるとされ、骨格筋の疲労の原因となる乳酸の分解を促す働きを期待して用いられますよとあるんですけど、これ違います。これはですね、骨格筋の疲労の原因となる乳酸の分解を促す働きがあるのは、これは、あれですよ、アスパラギン酸ナトリウムとかの記述になっちゃいます。なので違うんですね。はい。なので、タウリンというのは確かにこう元気にしていくような働きがありましたので、そのあたりで押さえておいていただくといいかなと思います。はい。なので A は誤りです。そして B、C は正解。それから D なんですが、ヘスペリジンは、肝臓の働きを助けて、肝血流を促進する働きがあり、全身倦怠感や疲労感などのとかに使いますよ。これ違います。これに該当するのは、グルクロのラクトン。なんか難しい名前ですね。グルクロの、ラクトンですね。はい。なので、この記述になっちゃいますので違います。はい。なので、ビタミン、ヘスペリジンはですね、例えばビタミン C と共に働いたりとかっていうような働きがありますので、ぜひぜひこのあたり押さえておいていただきたいなと思います。はい。ということで、問い95番は1番が正解となりました。では次行きましょう。問い96番です。漢方の特徴、漢方薬使用における基本的な考え方に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。1番、あ、ごめんなさい、A ですね、ごめんなさい。
漢方薬は、現代中国で利用されている中医学に基づく薬剤のことであるよとあるんですけど、これ違います。確かに、遣唐使、遣隋使の時代も、かなり昔の時代ですよね。に、中国から、日本の人たちが留学に行って、中国からそういう文化を持って帰ってきたのは事実なんですけど、でも、この漢方薬っていうのは、江戸時代、鎖国をしたりとかしておりましたので、海外からの文化、入ってこなかったので、そこからいろいろ独自にですね、育っていったものでなので、日本の伝統医学と呼ばれるものになってきますので、A は誤りとなります。はい、それから B、漢方処方箋剤には医療用医薬品と相互作用を示すものはないよ。そんなことはありません。医療用医薬品とかで、いろんな副作用出ちゃうものもありましたよね。なので、そのあたりですね、詳細ことと、それからインターフェロン製剤とかで、間質性肺炎とか重篤なものが出ちゃったりとかっていうのが第5章のところで書いてありましたので、ぜひそんなところも思い出していただきたいなと思いますので、 B は誤りです。はい、それから C と D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い97番です。消化薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A は手指または皮膚の殺菌消毒を目的とする消毒薬は医薬品としてのみ製造販売されていますよとあるんですけど、医薬品としてのみではありません。例えば医薬部外品として出ているものもありますので、A は誤りとなります。はい、それから B は正解、C はエタノールのウイルスに対する不活性効果はイソプロパノールよりも、低いですよとあるんですけど、何かというと、エタノールとイソプロパノール、どっちが強いのっていう話です。そうなんですよ。なので、エタノール、N じゃないですね。エタノール、よいしょ。エタノールと、イソプロパノール、プロパノールですね。ノール、どっちが強いんですかって言ったら、それがエタノールに対してはですね、ちょっとごめんなさい、うるさかったね。エタノールは、エタノールの方が強いんですよ。ウイルスに対しては、イソプロパノールよりもエタノールの方が強くなりますので、これイソプロパノールよりも低いじゃなくて高くなってきます。高くなってきます。はい、なので C は誤りとなります。はい。ということで大丈夫でしょうか。はい。なので、答えは3番が正解という形になりました。はい。では次、問い94、90、8番ですね。衛生害虫の防除、殺虫剤、忌避剤及びその配合成分に関する記述の正しいものの、記述のうち正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、C 正解、B なんですが、D と忌避剤ですね、生後6ヶ月未満の乳児については顔面の使用を避け、1日の使用限度を守って使用する必要がありますよというところなんですけど、これ B は誤りですね。要は6ヶ月未満の、乳児とかには使うことができませんでした。なので、1日の使用限度を守ってもダメです。使えませんので、そもそも。なので、B は誤りとなります。それから C は正解。それから D、プロポクスールは、アセチルコリンエステラーゼと不可逆的に結合してその働きを阻害し、殺虫作用を示しますよ、とあるんですけど、これ、違いますよね。プロポクスールというのは、こちらにも書いてみました。カーバメート系になります。そうなんですよ。だから違うんですね。なので、カーバメート系というのはアセチルコリンエステラーゼと可逆的に結合していきますので、不可逆的に結合していくのは有機リン系になってきますから、ここ D は誤りとなります。はい、ということで、ここ大丈夫だったでしょうか。ということで、答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い99番です。尿糖、尿タンパク検査に関する記述の整合について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B 正解、C なんですが、尿糖検査の場合、原則として早朝尿を検体とし、尿タンパク検査の場合は食後2、3時間を目安に
採尿を行うといいですよと書いてあるんですけど、違います。何かというと、尿道検査の場合は早朝尿じゃなくて食後1、2時間です。1、2時間ですね。食後、食後1から2時間。これが尿道検査の場合ですね。で、尿タンパク検査に関しては、早朝尿です。早朝尿が必要になります。はい。ということで、ここのところ、ちょっとこの高く消しちゃいますけど、ここですね、しっかりと押さえておいていただきたいなと思います。食後1、2時間は、これは尿道の方になりますし、あれですよね。要は、食後、ご飯を食べた後、尿中に糖が出るか出ないかっていうのを見ていきますので、尿糖検査薬に関してはこっち。それから尿タンパク。タンパクに関しては、こっちですね。だから、例えば、こう、小学校とか中学校とか尿検査とかされたことあると思うんですけど、朝の絞りたてって言っちゃいけないですけど、早朝尿のね、おしっこをこう、出してたと思いますので、なので、そんなところで、しっかりとイメージして覚えられるようにしておきましょう。はい。ということで、問い99は5番が正解という形になりました。はい。では次行きましょう。問い100番です。最後ですね。妊娠検査薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。A は正解、B なんですけど、尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン、HCG の検出反応は、HCG と特異的に反応する抗体や酵素を用いた反応であるため、温度の影響を受けないよとあるんですけど、いやいや違います。これ温度の影響を受けちゃいますので、なので、特に妊娠検査薬に関しては、暑いとか冷たいとか、そういった温度のけん、あの影響を受けてしまいますから、このあたり十分に気をつけるようにしてあげてください。はい、そして C と D は正解なので、3番が正解という形になりました。はい、ということで第3章どうでしょうか。そこまで今回は目立った問題、難しいなというところはなかったと思いますので、もし間違えたところ、あればですね、そのあたり、何度もよく出てくるものとなりますので、もう一度ですね、しっかりと復習をして、テキスト問題集を復習して、確実にですね、皆さんできるようにしていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。